あの可能性から逃れられず、アインクラッド創生による世界崩壊の危機以来姿を消したティアを探すため、そこで出会った仮面をつけた NPC、 彼女こそが俺たちの探していたティアだった。ティアはアインクラッド創生によって生じた特異点に触れたことで未来の自分の意識を生み出してしまい、その未来は彼女がこの先も自分の可能性の答えを見つけられないという残酷なものだった。未来の意識はティアだけでなくプレミアにまで影響を及ぼし、二人の存在は危機的な状況を迎えていた。俺たちはこの状況を打開するために消えたティアを追いつつ特異点を目指した。行こうとしている特異点の周辺って普通の例外的にアインクラッドを創生した特異点ですから、おかしな点はいくつもあるはずです。ちぐはぐなフィールドが広がっていたり、その場にそぐわないモンスターがいたりする可能性があります。そんな話を聞いたらもう一度ストレージの中を見直したくなっちゃった。私も少しポーションを買い足そうかな。ほらほらお嬢さん方、そんなこと言ってないでそろそろ出発しようぜ。ティアはすでに得意点へ向かっているわけだもんね。それにユイちゃんが言ってた運営の話も気になるよね。本来だと表面化することのない得意点がむき出しになっちゃってるのが問題だって話でしょ。運営がそのことに気がついて蓋をしまったら、ティアに干渉し続けるデータを断ち切れなくなっちまう。そんなことになる前に急いで事態を解決しないとね。まったく、毎度毎度大きな問題に巻き込まれるメンツだな。悪いなアルゴ、情報がほとんどない場所に向かうだけにお前の知識を借りたいんだ。デートのお誘いかと思ったらこれだもんな。がっかりだよ。アルゴの場合、デートよりも未知のフィールドに行くって方が喜ぶんじゃないか。お姉さんを何だと思ってるんだ。ま、未知のフィールドが楽しみなのは当たってるけどな。ティアのことが心配か。私に流れ込むティアの思いはいつも一人ぼっちで、とてもだから一人ぼっちにならないように私が寄り添おうと思っています。そうしてもらったらティアも嬉しいはずだよ。よーし、それじゃあプレミアとティアを助けるために得意点に向かおう。はい、どんなところであってもみんながいればお茶の子さいさいです。みんなよろしくな。一人ぼっちのティア、それは彼女が人そうなってしまったのは間違いなく人である俺たちプレイヤーの影響だ。だから彼女にはプレミアだけでなく俺たちも寄り添う必要があるんだ。
アルゴか。何してるんだ？ちょうど今依頼されてた情報を提供して仕事が終わったところだ。あ、そうだ、これから暇か？特に予定はないけど、俺っちもそろそろマスタリースキルを習得しようと思ってな。もし時間があるなら協力してほしいんだが、頼めるか？俺は大丈夫だよ。何より情報提供者のアルゴがスキルを習得したいのはおかしな話だもんな。狙っているのはヒーラーのスキルなんだ。準備ができたらいつでも声をかけてくれ。了解だ。ま、アルゴは情報収集のためにあちこち潜り込んだりするから、強敵やらトラップ相手に回復系のスキルは確かに。探してたところなんだ。アルゴが俺を探してた。なんか嫌な予感が。そんなに疑われると傷つくぞ。まあいい。実は俺っち、お前のマル秘情報を掴んじゃったんだよ。それでアーちゃんに言おうかどうか迷ってるんだよな。一体何のことだ？ってのは嘘で、クエストの調査を頼みたいと思ってな。そうだったのか。びっくりさせないでくれよ。相変わらずからかいがいのあるやつだ。これだから飽きないよ。いや、もう頼むから飽きてください。ま、それじゃあ本題に入るとするか。英語の神殿近くにあるゴルゴタ村の住民からクエストを受けて神殿へ向かったプレイヤーが何人かいるんだが、こんな噂が広まってるんだ。神殿に騎士の女の幽霊が出るってな。女騎士の幽霊？あくまで噂だが、その噂ばかりが広まってるだけで、肝心のクエストを勧められたやつは全く出てない状態だ。なるほどな。クエストの進行条件を誰も満たせていないってことか。てなわけで、お前さんに頼むのが一番だと思ったんだよ。興味津々だろ？まあ、やっぱ気にならないこともないな。それじゃ、そのクエストの進行方法と結果の情報を俺っちに流してくれ。わかった。まずはゴルゴタ村に行ってみるよ。ああ、頼んだぞ。割と規模の大きなクエストなのかもしれないな。騎士の幽霊が出る神殿のクエスト？いや、あくまでも噂だし、多分アストラル系のモンスターか何かを人が見間違えて言ってるだけだと思うんだけど。私はいいかな。あんまり興味がないというか、なんというか、クエストに行きたくないってわけじゃないんだけど、ただ幽霊となると、とにかく今回はパス。せっかく誘ってくれたのにごめんね。そうか、仕方ないな。また他に良さそうなクエストを見つけたら必ず誘うよ。うん。そうだ、ちょっと待ってて。はい、これお弁当に持って行って。おお、サンドイッチだ。いいのか？もともと君と一緒に食べようと思って用意してたの。ありがとう、アスナ。嬉しいわ。うん、食べ物の耐久値はそれなりに持つはずだけど、切れちゃわないように気をつけてね。あ、それじゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。帰ってきたら話聞かせてね。ここがゴルゴタ村か。長老から話を聞けばいいんだよな。ああ、あそこにいるおじいさんか。
すみません。エイゴーの神殿についてお伺いしたいんですけど。エイゴーの神殿じゃと？はい。あそこへ近づいてはならぬ。かつて証の指輪を手に入れ、かの予言を実現させようという者たちが神殿へ近づいては何人も命を落とした。あのような言い伝えはやはり絵空ごとなのだ。わしはもう疲れたのだ。救い手となるべくそこへ向かった者たちの墓を見るのは若き剣士よ。どうか予言など本気にせず。黙ったな。こちらの反応を待っているのか。あ、いえ、どうかそこへ行かせてください。予言を実現したいんです。おじいさんの頭にクエストマークが表示された。そこまで言うのならば仕方がない。もう止めはせぬぞ。だが必ず無事に戻ってくるのじゃ。我が身をどうか大事にされよ。はい、ありがとうございます。なんだか随分と念押す NPC だな。クエスト受領状態になってるな。エイゴーの神殿へ向かえって書いてある。よし、それじゃあ行ってみるか。ここで合ってるよな。しばらく進んだけど特に何かある気配は。あ、モンスターか。声はあっちからしたな。行ってみよう。死神モンスターが小さな竜のモンスターを襲ってる。堀江がやり返そうとしてるけど、とてもじゃないけど叶わなそうだな。モンスター同士が戦っている。この状況はクエストのイベントトリガーである可能性が高いな。となるとどちらにつくか選択しろっていうことか。カーソルの色からしてレベルの高い死神に対して古竜の方が圧倒的に不利だ。やっぱり古竜の方だ。
大丈夫だったか？うん平気みたいだな。しかし何も起こらないか。クエストのイベントトリガーじゃなかったのか。でも攻撃してくる様子はないしな。どうした？手なんか舐めてきて。俺に懐いてるのか？ログは変化なしだな。やっぱりクエストには関係ないのか。仕方ない。ちょっと腹も空いてきたし、アスタの弁当を食べながら次のことを考えるか。よし、いただきま。今の腹の音、俺じゃないってことはお前だよな。わかった、お前にもやるよ。半分こな。よっと、ほら食べな。気に入ったか？アスタも喜ぶよ。おいちょっと、これは俺の分だって。まだ一口も食ってなかったのに全部奪われるなんて。満足そうな顔してるな。さぞかしうまかっただろう。なんだ、食べたら眠くなってきたのか。竜の角に引っかかっていた何かが落ちたぞ。これ指輪か？クエストアイテムかな。ドロップしたってことは、クエストログが変化してないか確かめてみよう。村へ戻り、証の指輪について再び話を聞け。なるほどな、これが証の指輪なのか。あの神殿より無事に帰ってくるとは、大した若者ぞ。そして指輪は見つけたのか。かの指輪は勇者たる証。これですか、おじいさん。おお、その輝きはまさに証の指輪。しかし、ついではないのじゃな。つい？おかしいの。指輪はついのはず。指輪がついのはず。もう一つ取ってこいってことか。まだあの神殿に何かあるのかもしれないな。また行ってみるか。確かさっきはこの辺りにあの古竜がいたんだよな。ぐっすり寝ちゃってたけど、戻ったら起きてたりするかな。そこにいるのは何者ですか？人の声。出てこないのならば敵とみなして斬ります。斬る？物騒だな。適正 NPC か。なぜこそこそと隠れているのです？姿を現しなさい。どうやらこれは出ていくしかなさそうだな。なあ、わかったよ。心配しなくったって、逃げも隠れもしないぜ。ダークテリトリーの暗黒騎士ではないようですね。ダークテリトリー？一体何のことだ？騎士姿。女騎士の幽霊って、まさか。いや、緑のカーソルがついているからプレイヤーだな。もしも暗黒騎士たちが今ここに現れたのならば、この金木犀の剣で確実に息の根を止めるつもりでしたが。さっきの交流。ここに何の用で来たのです？もしこの子に害を与えようというのならば、容赦はしません。この子、言いづらいんだけど、多分その古竜は俺がさっき見つけたやつだと思うんだ。そんなことがあるはずがない。不用意は私が見つけたのですよ。君が見つけた？そいつを？そいつと呼ぶのはやめていただけませんか？
ああ、ごめん、つい。襲われていたこの子を私が助けたのです。かわいそうに、親とはぐれでもしたのでしょうか。あれ、よく見るとこの古竜には小さな斑がある。俺が助けたやつとは違うぞ。もしかしたら同じクエストを起動してるのかもしれない。だとしたら指輪を持ってるよな。あのさ、君、その竜から指輪を手に入れたろ。悪いけどちょっと見せてくれないか。指輪？あ、ほら、ここに落ちてる。気づかなかったのか。やっぱり俺たち同じクエストをやっているんだよ。クエスト？なあ、多分な。あ、そうだ、その指輪はクエストに使うものだから早くストレージにしまった方がいいぜ。ストレージにしまう？それは一体どういう意味です？もしかして初心者なのか。それなりの装備をしているのに。クエストは試練みたいなもので、ストレージは物を入れておくカバンみたいなものかな。それで君がクエストを進めるためにはまずはその指輪をストレージにしまわなくちゃいけないんだ。言葉の意味はなんとなく理解しました。ですが、なぜ私がクエストを進めるためにストレージに指輪をしまう必要があるのです？それは君が竜のクエストを受けたからだよ。冬追いのクエスト、つまり試練。なあ、そうだよ。まあともかく一度その指輪に触ってみてくれ。こうですか。ああ、それで出てきたステータス画面を指で押してくれ。うん、ステーシアの窓ですね。ただいつもと勝手が違うようですが。ステーシアの窓？とりあえず押してくれ。それでストレージっていう場所に入るから。わかりました。それでメニューの開き方はわかるよな。お前はまた意味のわからないことを。こうやって開くんだ。はい。一体なぜステーシアの窓がこのような姿に。知らない言葉？そんなに難しい英語は使われていないと思うんだけどな。まあともかく、そうやって開いてアイテムっていうところを押してくれ。アイテム？今君が指さしてるところのもう一つ下だよ。これですか？そうそう、それだよ。ほら、証の指輪っていうアイテムがあるだろ。俺もさっきこれと同じ名前の指輪を手に入れたんだ。確かにここには証の指輪と書いてあります。しかし先ほど消えた指輪はどこに？ついでにアイテムの出し方もちゃんと教えた方が良さそうだな。それじゃあこれを実体化してみてくれ。俺も実体化？ああ、証の指輪って書いてあるところを選んで押してくれ。ほら、これで指輪をストレージから取り出せただろ。これが実体化だ。これは一体？最初は驚くよな。それじゃあ一応装備の仕方も教えとくよ。こうやって装備ボタンを押すんだ。こう。ほら、指輪がはまったぞ。ついっていうだけあってお揃いの指輪みたいだな。そんな、会ったばかりのお前となぜ揃いの指輪をしなければならないのですか。外します。あ、外すには装備するときに押したところをもう一度押してくれ。どうしたんだ？何も変化はないようですが。本当か？おかしいな。何やら表示が出ています。この指輪は役目を果たすまで外れないと。そんなバカな。お前の言う通りにした結果、事態は悪化したようですね。でもこのクエストに必要な指輪なら仕方がないじゃないか。しかしこのような仕組みで物の出し入れをするなど、やはりここは。まあだんだん慣れてくると思うよ。初めは戸惑うけどさ。はい、
ですがあまりにもお前の言うこと全てが突拍子もなく。まあまあ不慣れならそうだよな。そして先ほどからお前が繰り返しているクエストとはどのようなものなのですか？なあ、クエストっていうのは敵を倒したり獅子に従ってお使いをこなすことで報酬を得られたりするものなんだ。それで俺たちは今、おそらくたまたま同じクエストを受けている途中なんだよ。なぜそんなことがわかるのです？実はさっき俺も君と同じように氷を見つけて敵から助けたんだ。お前も？なあ、クエストにはいくつか工程があってクエストログにその内容が記されるからそれに従って行動するんだ。クエストログ？試練の書みたいなものかな。次にやらなくちゃいけないことが書いてあるんだ。試練の書？そうそう、君の試練の書を見せてくれ。こうやって操作して。対の神殿に置かれし対の指輪が揃った、村へ向かえ。対の神殿に置かれた対の指輪が揃った、これ、あ、やっぱりだ。俺のログにも同じ文章が書いてあるな。となると俺たちは同じクエストを同時にやっていることになるけど、もしかして協力クエストみたいなものか。ともかく村へ向かおうぜ。クエストログ、試練の書に従った方がいいからさ。なぜ試練の書に従う必要があるのですか？記された工程をこなすのは何のためです？それはこの世界では試練の書に従った方がいいことがたくさんあるからだよ。そんな簡単には信用できません。突然竜を渡せと言ってきた怪しいお前のことなど。いや、それは思い違いというか、とはいえ初心者プレイヤーにとってみれば簡単に信じられないか。村というのはここからどれほどの距離にあるのです？ここから北西に出てすぐだ。そんなに歩かないよ。この子は私が餌を与えてからずっと眠っている。全く起きる気配がないのです。起こそうとしても全く起きないしと。あのさ、念のために聞くけど一体どれぐらいここにいたんだ？さあ、わかりませんがかなり長い間ここにいます。私はこの子が心配で人や魔物が来ないかここでずっと見張りをし続けているのです。ですがある晩、眠るこの子を脅かそうとした人がいたので警告しようと近づいたら逆に悲鳴を上げて逃げられました。彼らはすぐに退散してくれましたが、そんな輩がまた来たらと思うと。なるほど、女騎士の幽霊の話はやっぱり彼女を見た人が広めた噂だったのかもしれないな。ログに従えば孤立はまた起きるかもしれないぞ。今はこういう風に設定されたアルゴリズムだけど。ログ？アルゴリズム？またわけのわからないことばかり言って。孤立のためにもともかくログに従って村を目指した方がいいと思うんだけど。そんなことをすれば私がいない間にこの子はまた魔物に襲われてしまうかもしれません。ああ、それなら大丈夫だと思うぞ。なぜ？ログが村に行けって表示してるし、眠ったってことはここを離れてもいいってことなんだと思うんだ。一体何を根拠にそう言うのです？いや、クエストっていうのはそういうものだからさ。大丈夫。とも、お前は私と同じように竜に出会ったと言いましたね。だとするとあまりにも冷たいのではないですか？そういうわけじゃないけど、ログにそう書いてあったし。本当に大丈夫なんだよ。頼む、俺を信じてくれ。俺はここに来て、多分少なくとも君より長いと思うし、その分経験はある。だから俺のことを信用してくれないか？お前、名は？なあ、そういえばまだ言ってなかったな。ステーシアに誓って不用意が襲われないと約束できますか？ステーシア、
あの、ステイシアってなんだ？ステイシアは創世神です。お前はなぜそのようなことも知らないのです？わかった。誓うよ。よろしい。では私をその村へ連れて行きなさい。ああ、それじゃあこっちに来てくれ。出口を目指そう。あと、君の名前も聞いていいか？私は、アリス・シンセシス・サーティ、騎士です。名字まであるのか。やたらと変わったキャラネームだな。わかった。よろしく、アリス。おお、ついなる指輪が揃ったか。選ばれし勇者たち。わしがこれを見るのは50年ぶりじゃ。ついの指輪を揃いで身につけし勇者たち。あは予言の実現にはそのついなる証の指輪が必ず必要なのだ。常に揃いで身につけるのじゃぞ。常に揃いで。ご老人、ずいぶんとお声が大きいように思います。もう少しばかりお声を小さくしていただけませんか？揃いで指輪をつけていることをそう何度も言われるとさすがに人目が気になりますので。おお、すまぬな。私は確かに少女ではありますが、その前に騎士でもあり、とにかく指輪はそのような代物ではなく、予言の言い伝えに出てくるものとおっしゃったではないですか。もうやめとけって、アリス。ともかくこれでクエストログは進んだはずだから。まったく不愉快極まりない。ログを確認しよう。加護の実を集め竜に与えよ。加護の実？なあ、これってドロップアイテムだな。何度か見たことある。確か蜂が落とすんだよ。今まではいらないからって大体換金してたんだけど、残しとけばよかったな。まあ仕方ない。ドロップアイテムとは一体何ですか？あ、そっか、それも知らないか。仕方がないでしょう。私はここに来てから日が浅いのですから。その、教えてください。あの子がお腹を空かせてしまいますので。わかった、教えるよ。さてと、草原フィールドのこの辺にターゲットがいるはずなんだけど。いたぞ。いいか、アリス、まずはあの蜂を狙ってだな。狙って倒して、次は何です？結構強いな。あ、それじゃあ指輪を見た時と同じ要領でストレージを見てくれ。お、カゴの実が入っています。よし、その調子だ。身を落とすモンスターはあの蜂だけだから、頑張って探し出して狩り続けてくれ。なんなら俺も敵探しに手伝うけど。結構です。では私はこれで。ああ、ちゃんと身は実体化してから食べさせるんだぞ。あの対の指輪みたいに実体化してからだぞ。そのように何度も繰り返されずとも分かっ。さて、俺も狩りに行くか。ゲーム初心者にしてはさっきの反応速度はただものじゃなかったし、クエストを知らない初心者ネットゲーマーなんているか。ともかく俺も身を集めないといけないけど、その前に確かめておくことがある。やっぱりそうだ、アリスがいた神殿から林を隔てたところにもう一つ神殿がある。ってことはこっちが俺が最初に行った神殿だったんだ。それぞれの神殿に竜が一匹ずつ、指輪が一つずつ、何もかもがついに用意されてるんだ。クエスト受領者までも。パーティーを組んだ者同士をついとみなすクエストならあるけど、パーティー外の相手とついになるパターンは初めてだ。考えても仕方ない。ともかくドロップアイテムを取りに行こう。ほら食べてくれ、カゴの実だぞ。食べる時だけはやたらと機嫌がいいんだよな。うまいか？そんなに喜んでくれるなんて。ああ、また寝た。
だけどログは変化なしってことは、しばらくはこの古竜に餌をあげて育てるみたいだな。とりあえず一度町に帰るか。どうだった？お化けはいた？帰ってくるのが遅いから心配したじゃない。大丈夫、お化けなんていなかったよ。それならいいんだけど。それでクエストはどうだった？なあ、あんまり進んでなくて、どんなものかまだわからないんだ。古竜のことやアリスのことはクエストがどんなものかわかるまで黙っておこう。変に心配をかけたくないし。あれ？ねえ、前からそんな指輪してた？え？ああ、そうなんだよ。クエストの呪いみたいなもので受領してる間は外れないんだ。へえ。どうしたんだ、アスナ？なんでもないの。ただその外れない指輪って婚約指輪みたいなイメージがあるから、なんだかクエストに君を取られちゃったみたいで悔しい気がして。平気だって、単なるクエストのアイテムだから。それもそうよね。あ、ありがとう。新しいタイプのクエストみたいだし。